ああれ夜さきは十分頑張ってくれただからここからは私たちの番だよ志保ちゃんじゃあみんなあとはよろしくお願いします、うん、それから <laughs> おやすみなさーいそっか私あれからずっと寝ててお昼ごはんも眠くて起きられなかったからパスしたんだっけありがとうお母さん食べる <laughs> 美味しかったーそれにいっぱい寝たから気分もすっきりって油断してちゃダメダメ今日はしっかり休んでっていっちゃんたちにも言われてるしちゃんと休まないとよいしょっと寝るにはまだまだ早いけどとりあえず横になってればそのうち眠くなるよね

ちょっと練習しよっかな曲も細かいところを詰めなきゃいけないしあでもさきは十分頑張ってくれただからここからは私たちの番だよしほちゃんたちだってああ言ってくれてたし今日の私の仕事は休むことよしもう一回寝てみよう くないけど寝なきゃいけない時どうしてると返信来るかなあいっちゃんたち反応してくれたえっと何何さきおはようひょっとして昼間寝たから寝られなくなっちゃったそれならヒーリングミュージック聴いて気分を落ち着けるのがいいんじゃないかな おすすめの曲貼るからよかったら聴いてみてリラックスするにはストレッチもおすすめだよあたしもおすすめの動画を貼っておくねいっちゃんほなちゃんありがとうどっちも効果ありそうあそれならヒーリングミュージックをかけながらストレッチしてみようかなおーしおしほちゃんからも返信きた教科書を読むのもいいんじゃない 歴史の教科書とか5行くらいで眠くなりそうアハシちゃんってばみんなありがとうぜーんぶ試してみるねよーしじゃあまずヒーリングミュージックをかけてストレッチの動画を開いて。 はあよーしだいぶリラックスできてきたかもあとは志保ちゃんが教えてくれた教科書を読む方法試そうっと原告も古文もお話を普通に読んじゃうし数学かな せっかく読むなら授業でやったところを復習しようかなえっとあこのページだんページの端っこに何かメモしてある「宿題」ああ数学の宿題忘れてたどどうどうどうどどどどどどど うわあ明日も一げ目だよでもでもまだ遅い時間じゃないし大丈夫これだけやってねよ おはよういっちゃんねえねえ土曜日練習が終わった後、みんなでこのお店に行ってみないえっと全部真っ白なソフトクリーム屋さんうん期間限定のお店なんだけどソフトクリームだけじゃなくって持つところも全部真っ白なんだよ 本当だ。こんなソフトクリームがあるんだね。それだけじゃないんだけど、いっちゃん覚えてるかな面白い形の雲があったから送るね。これ、ちょっと美味しそうじゃない雲あ、写真が来た。<laughs> 本当だ。なんだか、ソフトクリームみたい。 これだとコーンの部分まで白いから持ったらベタベタになっちゃうんだけどウフいっちゃんってば相変わらず変なとこで真面目だな <laughs> これさきが入院してた時に送った雲の写真とちょっと似てるねあっいっちゃん覚えててくれたんだ うん。あの時さっきも小さいソフトクリームの雲の写真撮って送ってくれたよねうんうんやっぱり覚えててくれた <laughs> 嬉うれしい土曜日なら練習だけでみんなバイトも入ってなかったと思うし4人で行けるんじゃないかなありがとう なちゃんと志保ちゃんも誘ってみるねソフトクリームソフトクリームさっき言ってばはしゃぎすぎだって楽しみなんだもんああの店かな今なら空いてそうだよ ソフトクリーム六つください。あ、レン君、カイタさん、お待たせしました。真っ白ソフトクリームです。 うん、もちろんです海トさんたちのおかげで納得がいく新曲ができたので私たちも食べようかそうだねもう解き始めちゃってるしあっちょっと待って せっかくの限定ソフトクリームなんだし写真撮らないとえ写真はいはいみんな集まって集まってってみんなソフトクリーム持ってるしそばに寄りにくいんだけどふふ <laughs> ぶつからないようにしないとね さっきどう腕をもうちょっと伸ばしてあいけそうはいチーズ取れたお、あいっちゃんとカイトさん半目になってるもう一回取らせて ごくわかるかも。あはは。うんう。はい。じゃあもう一回行きます。はい。チーク。どう？うん。いい感じ。ご協力ありがとうございます。<laughs> やっと食べられるうん濃厚でおいしいあ <music> 本ほんとだこれじゃ手がベタベタになっちゃうあ<っ> <laughs> あの時話してたのと同じだね <laughs> あれは コーンの部分まで白くてクリームっぽいから持ったらベタベタになるって話だったけどねほら溶けたらもったいないし早く食べよううんうんうわう、お溶けてるせいでクリームのバランスがうわっ頑張って。